カのラジオ。あっち。あ、ごめんなさい。よいしょ、頑張れ。持ち上がる？重たいよね。いいよ。もみもみすんだって。なんでそんな。見てごらん。もうあの人こんなジャブジャブ入れてるよ。そうだよ。もうだって。どんどんやんないと。すごいね。すごいね。わあ、ピンクになった。綺麗。ほら、かわいい。もうや。このままもいいね。うん、いいんじゃない？ピンクも。なん、え、急に？これなんだろう？これ私？今度は石灰を。石灰で洗うのかな。そしたら、あの赤とかもピンクっぽく。これは、もうすでに可愛い。シャリンバイで染めた色。うわ、見て、色が抜けてる。本当だ。赤が強くなりますよね。本当だ。ちょっと待ってね。これも空気を抜くように当てる。そうですね。なんかほんのりピンクっぽくなるじゃないですか、全体的に、はい。それになってれば大丈夫です。アルカリに変化してるんで。はい。じゃあここに。頑張れ。よいしょ。よいしょよいしょ。ピンクになれ。よいしょ。でこれスウェットが袖に何かあったじゃないですか。ありました。そこの点多分これで化学反応すると思うので、ちょっと揉み込んでみて。あ、これか。うん、はい、みんなモカの茶色を目指してたけど、ピンクが可愛くてピンクに迷っています。でも見て、ユイのピンクと全然違う。本当だ、染めるものによって違うね。同じ染料だけどね、生地によって違うんじゃない、染まり方。それは食べてないんかい。匂いで美味しくなっちゃった。これから泥染めです。いよいよなんですが、もう疲れ切っています。体力があと 4% ぐらいかな。10時に来て今14時でしょ。1時間休んで3時間か。結構やった感じする。ゆいの予定では午前中に終わるんじゃないか。1時間半ぐらいでいけんじゃん。女優だから気合。ちょっとここも草が生えてますけど、こっから沼になってるので。沼だって。端っこの方で気をつけて。どうぞ。あ、そうですね。どんな綺麗なものなんだ。あ、これがさっきの、これがシャリンバイだって。おー、入ってた。どう、大丈夫？冷たい？うん、足が抜けない。
そう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 抜けないのそれ。じゃああなたの分を、うん、足でちょっとかき混ぜられる？泥をかき混ぜるんだって。泥が沈んでるから。うん。奥行ってあげて、ゆいちゃんもやって、雨降ってく、やだやだ、はまってる、あここもだったのか、うん、はい、2人でじゃんじゃかやって、さあのもうちょっと小林さん、そう奥行って、せーの、うわあ、足が抜けない、これつけたままでいいんですもんね、大丈夫です、大丈夫ですね、はい、もう入れ、あ、そうか、はい、入れていいですよ、かき混ぜることからだ、ダメなんだ、うん、できるだけ混ぜてもらって、あなた全然動いてないわよ、お願いします、動けないの、ね、場所だけ取ってるよ、そうだよ、頑張って、頑張ってかき混ぜて、え、泥ってこんな茶色かと思った、黒いんだね、結構ジャリジャリ言ってる、ジャリジャリ言ってます、うん、もっとぬるんって感じだった記憶があるんだよな、石ころとか入っちゃったかな、あなんか硬い、気温とかあんのかな、うあ泥っぽくなってきた、ちょっとやってみて、私だってやったことあるんだもん、よいしょ、うわぁ、うわ意外に深いんだね、そこに泥がある気がする。でももう混ぜてもらったので多分もう大丈夫。うん、よし入れるぜ。はい。え、こすったら取れちゃうので、車輪前のピンクが。あ、そうなんだ。揉み込んでください。キュッキュッと。素手だった。あ、危ない。まあ、染まりはしないんですけど。あ、いいよ。どう？いや、いいよ。ここに入るけど。いいね、いいの？こういう風に。いいよ、いいよ。マッサージ。私の服なくなったけど大丈夫？マッサージ、マッサージ、マッサージ、マッサージ。あ、上から入ってきちゃった。あ、そっか、入ってきちゃった。意味ないじゃん。もう水。え、何？すいません。あ、落ちたってことね。はあ。役に立たない。すいませんでした。私はいつも突っ込んでるので大丈夫。うわ気持ちいいね、え、これでモカになるの、ここでグレーに1回して、うん、車輪バイもう1回して、あ、そっか、面白いね、スノブラックにこんなのが入ってる、綺麗だね、グレーパックだね、うん、流行ってるじゃん、泥でさパックしてさ、カニを染まってる、ね、カニどこ、ここだよカニ、いや、すごい動いてるじゃん、かわいいね、元カニアです、よろしくお願いします、元カニア、そうだよ、すんごい立派このカニ、指さ出したら挟まれるか、やってみて、やってみて、やってみて、あ、逃げちゃった、あ、そっちなんだ、ごめんね、驚かして、ごめんね、ありがとう、ありがとう、こんなにお騒ぎしてんのにいてくれるの、かわいいね、完了？どうですか？完了。はい、抜けました。ありがとうございます。すいません。ああ、終わりました。いい感じ。はい、じゃあこれ一回戻りましょう。あ、ありがとう。ついてるので水洗いをします。はい。はい、一方その頃、エルサさん。エルちゃん何してんの？うん？わあ、よかったね。ありがとうございます、本当にミニーから塗るんだね、だってこっちの方が好き、みんなの分入れちゃいますよ、はい、わ、結構いい色に咲いてる気しません、するね、こっからモカがあんま想像できない、もうだってこの色とかめっちゃ可愛くない、こんなに黒だよグレー、ほっからモカニなんだね、すごいね、本当にモカニすんの、この可愛いグレーを捨てて、私グレー好きじゃない、はい、これってどれぐらい洗いますか、結構ちゃんと洗いますか、あ、この出てくるのがちょっとある程度落ち着いたらもう下引き上げて、はい、うん、水に乗りすぎてみんなのものがどこにあるかわからない、本当だ、お、落ちた、はい、グレーに濃くなって、もっと濃いグレーになってるってなったら、もう一回どうにしたら濃くグレーになる、あ、そうです、もうやればやる分、なるほど、そう、黒に近づいて、なるほど、なるほど、濁るから黒になってくるんだ、そういうことだ、そうか、そうか、濁りから色が白になってくるんだ、無限無限、どこでやめるかも大事、どこでやめるかも大事、何何
ディスってんの、あんた。ディスってんの。なんで真似すんのよ。なんで真似すんの。いい。この上半身裸で。いつまで続くんや。OK です。その中に出して、はい、これで一応染めの作業完了。ありがとうございました。イエーイ。長い道のりだった。こんな感じ。肩際で使って、これいいの？そうだね。素敵。そうです。あ、泥染めして、それが汚れたので、単管で剥いていきたいと思います。はい。いや、これさ、いっそこうやってやればいいんじゃないの？うん、いい考え。これ？めちゃいい考え、それ。塗りつけんの。落ちた？落ちる気がする。へ、すごい。でもさ、肌にどうなの？そして、ここについてる、ここ。ひっくり返したとこ、ここについてる。藍染めで。その角度でいてください。はい、ありがとうございます。藍染めでなんか。手だ、落ちてた。ねえ、手がめっちゃ痛い。死ぬ。痛い。死ぬ。わざかくた。絞ってあげる、リーナが皮を。果汁をね。ほら。あー、取れてる。取れてるよね。薄くなってる。どう？みんな綺麗になってない？絶対綺麗に染まってるよ。でも楽しみだよ、ね、超楽しみ、うん、ありがとう。バースデープレゼントしてもらいました。イエイエイ。みんなと体験したのがプレゼントになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。スペシャルゾーンにね、入っていきます。わー、ゾーニング方式というね、手法で、わーすごい、牛みたい。ニワいるね。フランス料理によくね使いますから、ね、いるねいるね、ニワね。あ、もう行っちゃってる。早い。すごい綺麗だね。ねえ。これは隣のトトロの傘だよ。わあ、これか。大きい。トトロの傘だって。どう？雨来ない？引き続きこれ。これだって。うん。これがね、木を叩くと。カタカタカタ。あ、この音してる。で、ますね。あ、聞こえた。長靴じゃないから。すごいね。ブランニューは。カタ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 。奄美大島から南に自生している。何の音？本当だ。ふんふんふん。パトカー？ハト、ハト。ハト？パトカーじゃなかった。パトカー？今ね。え、これ鳥？鳥。鳥だよ。ほーって言ってる。あ、本当だね。綺麗だよ。見て見て。ズ、赤、青、バト。どっちやねん。赤か青か。頭、ズ、ズっていうのは頭のことをね、意味してます、ね。目めっちゃ綺麗な鳥ですね。うん、うううって言ってる。うん、確かに似てる。別名ね。音真似うまいね。尺八バト。あ、尺八似てるわ。すごい、面白い。青バトで合ってるの。家に戻ってきたらまたね。遅いんだ。トカゲ。かわいい。あそこにもいるよ、クラ。そう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 。で、どこ？奄美大島は動いた。両生類。おら。近寄ってるよ。わあわあ。すごい雨。大丈夫ですか？すごい雨。これビビるね。何何？緑色の色素ね、葉緑素を持ってない植物。へえ。まあ、竜が飛んでる姿にね、見えましょう。花咲き。お花のね、先が尖がっているので、奄美花咲きガエルと言います。うわ、すごい出る。動いてる。こんにちは。水たまりができました。バイバイ。
くて可愛いよね、この子。可愛い。優しい。足がなんかオレンジ色でおしゃれ。癒されるよ、ずっと見てると。あらららら。あららら。出てきた、出てきた、出てきた。ああ、コロコロした。はい、そっちへどうぞ。でも前さ、すっごい綺麗だと思って巻き貝持って帰ったの。ああ、あるよね。だからもうさ、と思って、ここに乗せて綺麗だなって眺めたら、出てきて、ハサミ。これ何キャーって言うてなったことある。いると思ってない時にさ、出てくる。そうだね、びっくりする。たまにあるよね。それは、やっぱりそう、なんかやっぱって言われてて。